やってみたい放送ですか？なんかまあ前からずっと言ってますけど、やっぱ歌歌いたいんで、何オリジナルソングとかはね、これからもっといっぱい出していきたいなっていうのと、あと何だろうな、あとはね、まあこれもずっと前から言ってるんですけど、コラボ動画を撮りたいです。あとはね、なんか最近気づいたんですけど、あれですよ、視聴者参加型みたいなね、なんか企画をね、やりたいんですよ。なんか例えば斉藤さんでみんなと喋ったりとか、あとはなんか生放送でね、みんなからお題をもらって、こうお絵描きの森だっけみたいなやつとかさ、いろいろやってみたいですけど、あ、そう、いろはとフォロワーさんとかリスナーさん本当に大好きなんですよ。で、まあよくね、こうリプとか反応をくれる方っていうのはね、大体覚えてるんですけども、アイコンとか名前とかで覚えてるんですけど、まあ、覚えてるがゆえに、あれ？なんか最近あの人見かけないなみたいなのがあって、こうその人のとこ見てみると、フォロー外されてる みたいなことたまにあって、なんか彼にとってイルハートは過去の女なのね みたいなことが、まあ、たまにあるんですけど、まあね、なんて言うんだろうな、まあ実際ね、こうそう見てくれてるね、人たちの意見とかもね、こう取り入れてね、生放送とかいろいろやっていけたらいいかなって思ってます。どうも、真実はいつも一つ。あなたの心のイルハートです。今回はこの喋り方やメガネを見ての通り、バーチャル YouTuber のイルハートが最近巷で起きている VTuber の裏側に迫るという社会破壊ということで、インテリハートで攻めていきたいと思いますわよ。それはズバリ、突如行方をくらました VTuber に何があったのか、そんな社会派なことに切り込んでいきたいと思うので、みんな楽しみにしててくださいね。真実はいつだってイルハート。今回はある VTuber の資料をもとに、なぜ突如行方をくらましたのかについて検証していきたいと思います。はじめにこの資料をご覧ください。じゃーん。このグラフが何を示しているか、これはある VTuber さんが誕生してからのチャンネル登録者数の推移のグラフになります。見ての通りね、出だしは良かったんですけど、そこから少し伸び悩んでますね。まあこんなにね、愛されてるってだけでミルハートとしては十分だと思うんですけど そして次にこのグラフを見てください。じゃーん。これはとある VTuber の各話の視聴者数のグラフになりますですわ。噛んでないですわ。これもチャンネル登録数同様にちょっと停滞感がありますけど、最近ちょっと上がってきてますね。とにかくズバリ 今の図の中に突如行方をくらました VTuber の原因がわかるヒントがあるのです。VTuber といえども無料で配信を行っていくのは難しいみたいで、こう特にイルハートのような 3D 実体系だと1話の収録予算もバカにはならないらしいです。例えばこのある VTuber の1話のコストは20万から30万円と言われています。すでに初期投資で84万円かかっていることを考えると、たくさんのお金がかかっていることがわかりますね。でも当然出ていくお金もあれば収入もあるわけですから、イルハートたちはこう勢いで始めたからそういうのは考えてないみたいでございますけれども、あ、とにかくさっきの一例から
ひょっとしたら他の VTuber さんも支出と収入が釣り合っておらず、マネタイズのシステムがまだ構築できていないということみたいですね。何の話してんだろう。まあそこでね、実際の支出と収益のバランスを見たときに、現状のチャンネル数や視聴者数などのね成長率に応じて期待が持てず、結果損切りするような形で突如姿をくらます VTuber という存在が現れると、イルハートは説を唱えます。真実はまさに闇ハート。つまりチャンネル登録者数や視聴者数どうこうではなくって、チャンネル登録者数や視聴者数どうこうではなく、そもそもバーチャル YouTuber のビジネスモデルっていうのがまだ確立されていないから、維持していくのは維持しかないような状況になってるって話だったんだね。引き続きイルハートはこの議題に対して考察をしていこうと思うですわ。そんなあなたもインテリハート。じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。OK です、ありがとうございます。あ、お疲れ様です。おいしょっと。はあ、いや、セリフがね長くて厳しいですね。ちょっと頭取ります。よいしょ。いや、今日のってイルハートのことですよね。え、じゃあこのまま打ち切るかもってことですか？え、てか、え、なんでカンペなんですか？え、撮影続いてます？え、え、ちょっと頭つけるの、ちょっと待ってください。頭よし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 、はい。じゃないでしょ。いや、これじゃあちょっと公式どころかもういるニートになっちゃうじゃないですか。抱えてる。いや、そんななんかクイズ番組の今何問目みたいな質問されても困るんですけど。えっとね25話。1話の予算の合計、20万ってさ、0、1、10、100、1000、ま、試作あり、ま、20、ま、いや、はい、この度イルハートはファンボックスの解説と YouTube での生放送を行います。不詳イルハート、このままでは12月末に星に帰る。え、そんな設定ありました？え、聞いてないんですけど。とにかく年末には放送が終了してしまうのを防ぐため、ファンボックスを解説予定。現状ではオリジナル壁紙とあなたのお名前でお祝いするお誕生日動画などを行う予定です。他にもイルハートがどんなことをしたらいいかの意見を募るイルハート生放送緊急会議このまま死んでたまるかを近日中に行う予定です。もしイルハートの運営にご協力ができる方いらっしゃったら、ぜひご協力をお願いいたします。実際ね、こうさ、見てくれてるね人たちの意見とかもね、こう取り入れてね、生放送とかいろいろやっていけたらいいかなって思ってます。え、これって最初に学ラで払
話してる楽ラフやってるのにこれって最初に楽屋で話したあのあれですよね、あのなんだっけ、何がしてはいということでね、まあ今日はね、いろいろ難しい話しちゃいましたけど、とにかくね、みんなイルハートのためによろしくお願いします